さてどうもヒルグランスです。やってくぞ侵入。さあでどこ行こうか。一回帰ろう。大きい行きましょう。やっと戻ってこられたか。さあもういい加減ご自分の部屋に戻られるよ。さあ今度こそ静かにお休みになられるんですぞ。次の日って感じ。王子にも全く困ったものだ。シモンムーラン様大変です。ダダダダダダダ大神官の大神官平神様と部下の神官たちが怪しげな力を使ってこの王宮へ攻め入ってきました。攻め入ってた。なんじゃと。魔術か現実か分かりませんが到底我々の力では太刀打ちできません。いや今奴はどこじゃ。王宮の広間に。えい、兵神名どういうつもりなのじゃ。これはふふ久しぶりだなシモンムーラン。血迷ったか。反乱とは。血迷ったとふははこのわしがか。正気も正気よ。わしは王になるべくしてこの場所にやってきたのだ。なんじゃと。シモン、わしはな、新しい王となる力を得たのじゃ。力？貴様まさか。さすがわしと同じ古の魔術師の末裔。察しがいいな。闇の力だ。わしは封じられた秘宝をついに見つけたのよ。貴様も味わうがいい。封印されし闇の力を。大変です、ヒログラ王子。大神官の兵士院がこの王宮に攻めてまいりました。ここは危険です。急いで王宮を出ましょう。寝たのにね。キャーッ。逃げられると思うのか、ヒログラ王子。また会ったな。お前、デュエルで負けてんだよ。この女を連れて行け。俺は王子と話がある。ヒログラ様、黙れ、来い。逃げてどうする、ヒログラ。王と王妃はすでに兵士に捕まったぞ。貴様がここで逃げ出せば兵士は王と王妃を生かしておくまい。それでいいのか。だがお前がもし俺だけに王族の持つ千年アイテムの在りかを教えるならば、王と王妃の命を助けてやってもいいぞ。王族が持つ伝説の千年アイテムをどこに隠した。お前は知っているはずだ。その場所を教える。わかんないんだよな俺。教えようがなくない。教えない。とぼけるな王子。シモンムーラン、千年アイテムはここにあります王子。はい、お逃げします。俺は千年パズルを得たぞ。ボコボコだ。この秘宝は古代に封印された力を解く最後の鍵です。はい、わざわざそっちから持ってきてくれると都合がいい。俺に今すぐそのアイテムを渡せば二人とも変身から逃がしてやってもいいぞ。お逃げくだされ。お前ごとき何ができる。お逃げくだされ。逃げない。はい、逃げない。あ、逃げます。はい、待て、逃がしはせぬぞ。瀬戸よ、よくやったな。こいつらを見つけ出すと。はい、チョコマカとネズミのように逃げ回りおって。もう無駄な抵抗はやめることだ。お前らも敗北したのだ。さあ、わしにその相手のアイテムを渡せ。王子、最後の手段です。千年パズルとあなたの持つカードで兵士に戦ってくだされ。戦わない。はい、はい、戦いたくない。強制だこれ。戦う無駄なあがきを。しかしお前ごときではこのわしは倒せんぞ。来たな。
俺のターンだ。いいのいるね。よし、これだ。フィールド闇きた。ギガンティックウルフだよ。バカバカバカ、ああやばいやばい、メトロブラック出たぞ。終了でございますこれ。きた、タイガーアックス弱っ。守備表示やべえ。デュエルあれだ、デッキだこいつ。うえ、ですよね。ホログラーの攻撃、これなんだろうこれ。うえ、いやーきついきつい。ういて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 、ウォールシャドウ来た。デッキやばくない？うわー、トライフォンドラゴン、いて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 。うえ、ゼロなんだけど。リースライト、あ、こいつだ。あ、やっちまった。負けです。あー、ほぼ切り札が強すぎだ。終わった。これ絶対負け決めだよ。確か巻き目だったはず。はい、平均攻撃力1600だ、やばいだろ。1400しかいなかったのに1600ってやばくない？小僧が手間をかけさせておって、貴様の首へし折ってからそのネパズルを奪ってやる。えい、おいぼれがどこで邪魔をする、どこまで邪魔をする。おい、千年パズルを砕いてくだされ。奴にクワモンを渡すことは絶対なりません。えい、話せ、死ぬぞ。来ない王子、パズルを、パズルを渡したらなりません。砕かない、最後のお願いです。はい、砕きます。何？ヘルグラ様、目を覚まされましたか。ここは千年パズルの世界です。あなたの魂は千年パズルの力によってパズルの中に封じ込まれました。あの時はこうやってパズルと王子を守るしかなかったんです。あのまま変身に千年パズルを渡すことはできませんでした。変身が砕こうとしていた闇の封印は世界を破滅へ導くものなのです。導くものなのです。いつか遠い世界、あなたはパズルがもう一度組み立てられた時に復活することができるでしょう。それまで長い眠りについてくだされ。なるほどね。おやすみ王子。おいユギ、起きろユギ。何眠りしてるんだよ。え、あ、ごめん、緊張して寝れなかったのからしくないぜ。なんか夢が、あ、俺遊戯だったのか。これ遊戯の設定なのか。開会式です。この東京ドームで世界一の座をかけた戦うために集まってくださった選ばれたデュエリストの皆さん、カイパコーポレーション主催デュエルモンスターズ世界大会へようこそ。いよいよだな遊戯。うん、真の勝者を決める戦いは今始まります。では今大会のルール説明をさせていただきます。
大会のルールは予選リーグと決勝トーナメントに分かれます。ちぃ、ルールなんてどうでもいいぜ。要するに勝ちゃいいんだろな、ユキ。え、まあそうだと思うけど。では最後に主催者の瀬戸様より開会の言葉をいただきます。真の王者を決める戦い、よく集まってくれた。誰がナンバーワンか、誰がゲームマスターなのか、今日決着をつけよう。私も最後まで一緒に楽しませてもらってもらう。瀬戸の野郎か。ジョーノと瀬戸だね。ユウヒ、お互い決勝で戦えるように頑張ろうぜ。うん。最強のデュエリストを決める戦いを始めましょう。来たね。いらっしゃい、ユウギ。あ、バイトやってんの？はいはい。セーブしますか。さて、店を出る。試合頑張ってね。あ、いきなり試合か。予選リーグ第1試合、武藤遊戯 VS ダイナソー龍崎。久しぶりやな、遊戯。今度こそお前を倒してワイが一番になってやる。来たね、ダイナソー龍崎ね。恐竜デッキだ。来ましたよ。よし。これいけなかったっけ？よし、いけた。はい、来た来た来た。もう勝ちよ。もう勝ち。18は強いよ。オッケー。怖いからね。あら、これなしか。ヤマタのドラゴンを今言えなかった。はい、1900、オッケー。こうか、一応ね。手札をね、なくしたいから。あ、やべ、闇の仮面いいカードだ。オッケー、勝ち確やね。うん、え、あれ？死因に咲く花。なんだ勝ち方だよ。オッケーオッケーオッケー。勝ったー。ワイルドラプターっていいんじゃね？ワイが負けたやと？くそ、今度こそ覚えとけれよ、覚えとれよ。余裕じゃない、さすがにユギ。さて何していく？ということで、平身にボコボコに負けて、千年パズルを砕いて、まあ、現代のユギになって、遊戯王の大会ですね。はい。で、こちらをね、やって、次回もね、まあ、続きやっていきますと。まあ、ダイナソー龍崎倒したから、まあ、次はね、多分インセクト派があたりかな。はい。